眠れぬ夜を抱いては、スポーツ日本で連載された野沢直の小説である。2002年には、テレビ朝日の木曜ドラマ枠で、野沢自らの脚本で、ドラマ化された。2002年4月11日から6月27日まで、毎週木曜日21時21時54分に、テレビ朝日系の木曜ドラマ枠で放送された。主演は、 財前直美。中川優子は、不動産会社を経営する、夫の太田と娘の奈と共に、太田が手掛けた長野県の新興住宅街に引っ越して、来た。先に引っ越して来ている、近隣住民たちと親睦を兼ね、バーベキューをしたが、その時に太田と近隣住民がちょっとした言い,い争いになり、優子は、不安を覚える。その翌日から、近隣の一家が、次々と失踪。 呪われた街と悪評が立ち、住宅の契約者からは責められキャンセルを喰らい、頭を悩ませる。そんなある日、ゆう子は12年前、1990年のクリスマスイブにオーストラリアのゴールドコーストの銀行に強盗が入り、日本から赴任していたおいでるいこという26歳の女性行員が殺害されたことを知る。 中川や山地や新道や大出家長野県警察、その他、ありがとうございます。